イソップ童話、ケチン坊と金貨。昔一人のケチン坊が金貨を庭の木の根元に埋めていました。そして毎週そこへ行っては金貨を掘り出して一人越に行って眺めていました。これをそばから見ていた泥棒がその金貨を掘り出して盗んでいってしまいました。ケチン坊はその次に金貨を眺めに来た時、穴の中は空になって金貨の影もないのでびっくりしました。彼は頭をかきむしったり泣いたりわめいたりするので、近所の人は何事が起こったのかと思って駆けつけました。ケチン坊は木の根に金貨を埋めていたこと、毎週それを眺めに来ていたこと、それが盗まれたことなどを残らず話しました。あなたはその金を使ったことはないのですか、と近所の人の一人が尋ねました。いや、ちっとも使いません、ただ眺めに来ただけです、とケチン坊が答えました。それならまた来て穴を覗き込んだらいいじゃありませんか。眺めるだけなら金のあるなしに関わらんでしょう。持ちざる富は無きに等しい。